い、でも、キョウペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょう。ということで、今回ですけども、前回のバトルパスガチャで、僕95式を、10連目、20連目と神引きしたんですけど、まあ、いつもだったら最終形態にするところ、なぜ前回僕が最終形態にしなかったのか。そうなんです。僕が狙ってるのはこっちなんですね。こっちの95式。このレアバージョンの方ね。まあ、一応ね、一応確率的には 0.12% なんで、新しい車と一緒の確率なんですよ。で、今トレーニングクッション150個あるんで、まあ、いけんじゃねえかなっていうね。いけんじゃねえかなって思ってます、今回。まあ、一応普通バージョンの方のカラーが赤なんで、まあ、これはこれでね、かっこいいんですよ。まあ、赤もかっこいいんだけども、やっぱりこのね、あんまり持ってないこっちの色。まあ、一応交換だと、まあ、バトルパスのレベルが150以上が条件で、さらにトレーニング勲章200個と交換なんで、ワンチャンね、この150個で当たってくれたら、マジ超神引きなんで、こっち当たったら最終形態いきたいと思います。ということで、150回引いていきましょう。だいぶね、長くなると思うんで、まあ、編集してね、ちょっと早送りとかでお届けしたいなと思うんですけど、あ、トレーニング勲章よ。トレーニング勲章は、まあ、これはリプレイなんで、リプレイ。スロットで言うリプレイみたいなもん、これリプレイなんで、リプレイです。はい。行きましょう。お願いします。マジで頼む。ダイヤは、まあ、外れ枠かな。トレーニング勲章はリプレイ。お願い。頼むぞ。ダイヤも結構溜まりそうだね、これね。ダイヤめっちゃ当たるんだけど、お願いします。マジで来てほしい、頼む。これかこれくれ、これ 0.02 とかじゃなかったっけ。こんな確率低いやつ来る。マジかよ。あっちの95式、あ、リプレイ2連。リプレイ2連熱いよ。お願いします。マジで来てくれ。本当に頼む。本当に当たってくれ。結構ね、この、こっちのガチャ、毎回ね、勲章が貯まるたびにやってる気がするんだけど、なかなかね、銃が当たってくれた経験がね、ないぞ、トリン勲章。ありがとうございます。トリン勲章も普通に嬉しいね。もう一回来るからね。おー、いいよ。マジで、おー、リプ2連。いやー、ダメか。まあ、でも150もあったらね、さすがにね、当たるっしょ。当たんないわけがない。絶対当たる。お願いします。おい、びっくりした。結構さ、トリン勲章とかでウルトラライアンが来るから、一瞬ドキッとするんだよね。一瞬ドキッとするけども、来ない。お願いします。お願いします。マジで来てください。来い。まあ、あれだよね。ガチャも、生き物なんで、ガチャも生き物なんですよ。なんで、しっかりと、お願いをしなきゃいけない。だからさっきみたいな僕の発言、さっきの僕の発言とか、ああいうのダメよ。当たると思いますとか、当たらないわけがないとか、ね、そういうこと言っちゃうと、やっぱガチャも生き物なんで、気分をね、そこで詰まるんですよ。ああ、そんなこと言うんだったら、当てないよってなっちゃうんで、そこは違うんで、さっきの発言は、ちょっとね、撤回したい。よろしくお願いします。今回のガチャ。さっきのね、もしなんかの好きだったかな。あれもね、別に、持ってなくて、あれでしたけど、ちょっとだけいらないと思ってしまいましたけど、でもね、金額なんで、あれはあれですごい嬉しいです。ありがとうございます。なので、今回なんとか、お願いします。お願いします。なんとかね、95式。まあ、僕なんかがあんなかっこいい銃ね、当たるわけがないんですけど、こんなガチャ運がない。こんな僕がね、当てられるわけがないんですよ。一人の勲章、150個程度で。でもなんかね、ちょっと、希望をね、持ちたいんですよ。お願いします。全然ね、今月誕生日だからとか、そういうとこは一切関係なしで、なんとかお願いできませんか。95式。お願いします。本当に。いや、もう最悪。全然トレーニング勲章とかでも大丈夫なんで。お願いします。いや、本当にお願いしたい。マジで。本当にお願いしたいです。バラ嬉しいです。バラは全然嬉しいです。バラ。本当にね、バラも嬉しいんです。今回ね、ショップでバラが買えるようになってるけど、1個ね、1本10金券もするんで、それが当たってくれるだけでも、1回60金券を引くことによってバラが3本当たったら、それだけで30金券分戻ってきてると思うので、本当に嬉しい。このね、栄光節勲章に関しても嬉しいです。1個80金券するんで、逆にプラスになって。本当にお願いします。いや、惜しいな。惜しい。マジで惜しい。お願いします。本当に95式の紫のやつ。本当に嬉しいです。うわー、お願いします。頼む。やばい、もうなくなりそうな気がしてきた。大丈夫かな、まだいけるのかな。結構リプレイが当たってるから、なんか続いてはいるけど、なんかもうちょっとそろそろ怖いゾーンに入ってきた気がする。あー、なんかスーパーレアも当たるようになってきた。スーパーレアもね、確か結構確率低かったんで、ね、ありがとうございます。すべての出目に感謝。お願いします。来い。本当にお願い。来い。うわー、チクショ。頼む。お願いします。来い。トリンクショーリプレイ。ありがとうございます。リプレイ。2連リプレイ。3連リプレイ。マジか。4連リプレイ。これ激アツ。来い。うわー、マジかー。これマジか。もうチェリー4回引いたみたいなもんだ、今の。ちょっとマジなんで。お願いします。来い。クショ。これ、やばい、なんかもうマジでもう終わるんじゃない。マジでもう終わるんじゃないですか。大丈夫。ちょっと、いやー、スーパーレアか。なんか流れが割といいから、なんか戻って確認するっていうのが、ちょっとなんか流れを切りそうでちょっと怖いんだよね。なんかこの、やっぱガチャって生き物だし流れっていうのがあるから、ここで一回戻ることによって流れを勝ちきてしまうんじゃないかっていうちょっと怖さ。あれ、ちょっと待って、なんかダイヤばっかり。なんかちょっと、何も出なかったぞ。ちょっと流れやばいかもしれない。これ一旦流れ断ち切ろうか。一旦流れ断ち切ろう。45個。結構ね、これね、精神削るんですよ、これ一回ことに。いや、行きましょう。お願い。うわー、しょ、ちょっと流れがね。でも、リプ2年。お願いします。何とぞ。この45個でね、引けるなんて全然思ってはないんですけど、まあ、万が一、引くことができたら、本当に嬉しいです。最終形態したいと思ってます。よろしくお願いします。やばい、終わりが近づいてきてる。ガチでもう終わる。いやー、ありがとうございます。リプレイは希望つなぐから、マジでお願い。頼む。本当にお願いします。ダイヤめっちゃ溜まって嬉しい。バラも嬉しい。下手になんか衣装とか当たるよりは、全然こういうダイヤとか、バラとかの当たってくれた方が、非常に嬉しい。栄光節勲章も嬉しい。栄光節勲章を当たっただけでプラス。マジでお願いします。頼む。ね、来て。うわ、やばいな。もうなくなるな。もうなくなるぞ。マジで。
マジでもう終わりそう。うわー、ごめんなさい、ありがとうございます。それいくでしょ。いやマジでさっきの 0.02 か 0.02 パーという超極薄のところを聞いてたのに。お願いします、マジであれよりも6倍出やすい95色の紫頼む、お願い。いや惜しいな、惜しいんだよな、惜しいのよ、お願いします、頼む。やばいもう終わりそう。うわ惜しい、マジで惜しい、頼む。いややばいやばい、もうマジで、そうそう終わり、本当に終わるわ、ガチで終わりそう、ガチでガチで終わるんじゃないこれ、やばいな、マジでやばいな、マジで。うわ惜しい惜しい、やばいやばいです、マジで本当にお願い、やだ終わりたくない終わりたくない終わりたくない、牛島式お願い、やばい、頼む頼む、マジでお願い。あ終わった、マジか、150個、もう死んだが0.02%、これでちょっともらえないかな、これであれもらえるよね、あのシーズン20の補給パック、それでワンチャン、それでワンチャンないっすか、ワンチャンさないっすかね、ちょっと宝箱の4つ行きましょう、頼む来い。わーびっくりした、そのパターンもあるんか、そのパターンもあるよねやっぱりね、でもこれで1個ゲットしたからまた引けちゃう来いダイヤかでも金券850残ってる、頼む。おーリプレイ3回、あと3回引ける、いいね、いいよ、繋がってく、あとしかも金券もまだ残ってる、そう行きましょう、頼む、お願い、奇跡奇跡、マジで奇跡起きて、頼む。なあマジか、まだいける、あと3回、頼む、まだ、お願い、いやーリプレイラスト来い。うわー惜しい、惜しいなおい、惜しいわ、あと95回で金幕の10が確定、マジか、ちょっと次回リベンジしようか、これ確定だからね、さすがにこれ当たるでしょ、バサー。さあということでやっていきましょう、ロケット発射場スタートで、もうねここなんすよやっぱり結局はボックスがねめっちゃあるんだよね、てかやばい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 、ブキ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 、まず1人目も1人いるね、ちょっと待って挟まった、こいつすなんじゃない、はいやってくー、オッケー、ブキ入れて、ちょ弾欲しいっすね、弾持ってない、金持ってない、あオッケーオッケーオッケー、いっぱい持ってる、ナイス、グレも拾って、ここをやってんね、待って味方が、あやばい味方が2人やられてる、ちょっと待っててね、あーいるね、来てるね来てるね、ちょっといっぱい来てるよ、あっだだだ落ちてった、オッケー、もう1人上いた、気のせいか、気のせい、気のせいっぽいね、やっていく、3人目、ちょっとマジで待っててね、マジで落ちないでね、あそこにいる、いやー、AR 欲しいな。ちょっと、AR ないっすか。この人、AR 持ってなかったかな。AR がマジで欲しい。え、ちょっと待って、待って、なんか、やってく。甘いぜ。赤玉か。だったら、まだ、これでいいかな。ちょっと、弾節約しよう。ちょっとなんか、煽ってるわけじゃないです、決して。弾を節約してるだけ。あ、待って、AR。おー、163。OK!マジで待ってて、マジで落ちないで待っててくれ、本当に頼む、ナイス、味方が一人やってくれてる、そこいるね、待って、あやれてやれてる、あれグレーで飛ぶんじゃない、あれ多分死体箱漁るっしょ、死体箱漁ってるところを爆発していきます、ドン、おい手に取るようにわかるぜ、ねえ倒したらすぐやっぱ死体箱漁りたくなっちゃうもんね、もういない、もういないかな、蘇生いけるかな、ちょっと一応、あなたは死なないわ、私が守るもの、一応ねこの灰原さんボイスでちょっと落ちないでアピールをしといて、もう大丈夫だよね、でもなんかいそうだよな、こんだけいっぱいいたら、あでも4番さんが蘇生言ってくれてるかな、あれ4番さんが言ってくれてるっぽい、じゃあ俺ちょっともう少しここ見張っとくわ、なんか怪しいもんな、あんだけいたら2パぐらい来てたからいそうだよな、いや4万さんマジでね神復活でした、なんかいる、ちょっとここかな、あれ妖精っぽいね、俺は妖精っぽいよ、ちょっとさすがに、そうでしょ、ちょっと後で一応ね、一応あのダウンなんで一応すぐにアサリには行かずに一旦ねちょっと回って、こいつね
倒したとやっぱねすぐ漁りに行く人いるんですけど非常に危険です。これダウンだった場合もしかしたら周りにね敵がいてそこ見張ってるかもしれないんで一旦ちょっとね間を空けて漁りに行くとどうですか。これはサッカーボール入ってたサッカーボールはもうこれは確定でポットです。はい、あれ俺遮蔽物買ったような気がするんだけどな。入ってないよ。あれかな。あ、なんかいる。いやちょっと待って、やりきれない。あとちょっとなんだけど多分。オッケー。ギリギリ届いた。あそこね、あそこ。どこかな。敵発見。ここです。一枚でいたよね。まだいんのかな周り。そっちにいんの。結構あなんかすごい狙われてて。死なんのそれ。グレで。めっちゃ当てたつもりなんだけどな。ほらよ。どうだい？飛ばない？あれ飛ばない。飛ばないのそれ。敵発見。100% 飛んだ。あ、ちょ、間違った。話しちゃった。そこか。なんか今いなかったここ。いたよね。ほらね、なんか今ちょっと見えた気がした。ちょっと待て。どこ行った？上行った。はい、やっていく。ありがとうございます。あ、また、ちょっと味方、4番さんがやられちゃったよ。どこだ？こっちだな。蘇生行ってない？これもしかして。蘇生行ってるっぽい。うん、違う！待って。どこ行った？こっちか。あ、いた！うぃー、やっていく。オッケー。ゴリランプ。これで復活できるね。復活しまーす。大丈夫かな？周り大丈夫だよね。いけるか。このね、復活させるときが一番ドキドキする。さあ、そろそろアンチが。衛星のとこに寄ったらもう、さっさと取りに行きたいね、あの一番上のところ。あそこマジ強いから。あ、衛星だ！あそこ取りに行こう。一番奥の、一番高いところ。あそこ取ったらもはやもう勝ちまである。すぐに。これはもうもらったかな。これもなんかいたね、あそこにね。そこいるぞ。ここが強いんすよ、やっぱり。ちょ、なんかあそこ当たんない。もう一人いるな。あれなんかあんのかあそこ。なんかあったっけ。これ描写されてないんだよな、多分ね。なんかあるけど。めちゃめちゃ突入たいけど、なんか俺が死んだらダメな気がする。ここにちょっと。これをね、こういう使い方っすよ、これ。これマジで強いから、この盾。あのね、あんまりね、使ってる人見ないんだけど、マジでね、これマスターすれば、なんかいる。これマスターすればね、マジで強いから、ほんとに。OK！ お、2キル、あ、蘇生できてなかったんか。OK。あと3人っすね。これはもらったんじゃないっすか。待って、知らないうちに1番さんが、お、ナイス。もう1人いるね。どっか出てくる？こっち来ると思うんだけどな。ちょ、なんでスコープ覗こうと思ったのになぜか輪をしちゃった。ちょっと蘇生するかこれ。すぐここにあんだよね、蘇生ポイントが。ちょっと蘇生するか。復活してあげよう。これはまだ多分余裕があるから。ここは復活でしょ、やっぱりね。4人で勝利をつかもうじゃないか。復活 OK。 ちょっと詰めていいかな。ちょっとだけ前に出るわ。ここにあれつけて。これマジ強くね、これマジで。最強だと思うんだけど、この盾。どこ行った？あ、いた。OK！ よし！ 4 人生存！ナイス！いやー、盾強えわ、マジで。
いやマジぜひねあれ使ってみてほしい。1800ダメやばいね。どうしたこれ、ちょっと様子がおかしいね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。